富永哲夫は、日本の財務官僚、財務省近畿財務局長や、財務総合政策研究所長、国土交通省政策統括官等を歴任した、福岡県福岡市出身、ラサール高等学校を経て、1982年、東京大学法学部卒業、大倉省入省、証券局配属、1985年名古屋国税局調査、 査察部調査第一部門国税調査官。1988年大阪国税局、伊丹税務所長。1997年外務省、在韓国日本大使館一等書記官。1999年外務省、在韓国日本大使館参事官。2000年、大倉省大臣官房文書科企画調整室長。2002年財務省主計局主計企画官。 2003年内閣官房長官秘書官、事務取扱い。2005年財務省主計局主計官。2008年内閣官房内閣参事官。2010年内閣府元府行政刷新会議事務局、次長。2012年財務省理財局次長。2013年名古屋国税局長。2014年から近畿財務局長を務め、参加の近畿財務局で、 森友学園問題における決裁文書が作成された。2015年財務省財務総合政策研究所長。2016年国土交通省政策統括官。2018年財務省大臣官房付大官。2019年株式会社ポケモン顧問。三菱辞書株式会社顧問。三菱辞書レジデンス株式会社監査役。株式会社。 三菱辞書設計監査役、ありがとうございます。